はい、こんにちは、プロホースです。ということで、ついにやってまいりました大台ウォーカップということで、浅草かな、東京スクランブル、よくわかんないけど、まあやっていきましょう。はい、とにかくね、手主から何だっていいですよ。で、オール1位が取れりゃ、このあのゲーム実況のそのなんだろう、あのお題目はクリアできるっていうことなんで、まあ何だっていいです。ただ、初見プレイになりますんで、そこだけはご容赦ください。誤ったコースに突っ走った場合は、はい、素直にごめんなさい。走ったたらたらたら、おーおー、なんか兵法とあの動物の森の主人公ちゃんがあのすごいバチバチにやってますね。オッケーオッケー、いいだろう。よっしゃー、コイン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 、走って行け。ウェンディが速いな。ウェンディがうんちしてる。オッケー、よいしょー。チャラチャ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 ラチャ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 ンって何だったっけ、わからなかった。あいつ速いな、シンプルにスピードが速いな、あいつ。よいしょー。はい、さよなら。オッケー。王様の前を何ピットたりとも走らすことはできないですからね。はい。なんか思ったよね、誰だっけ、ほら、弱虫ペダルのさ、主人公のライバルというか、チームメイトというか、クソ早い1年生いたじゃないですか、あいつ。なんか一番前は静かでいいみたいなことを喋ってるやつとかがね、いたよね、あいつ。うん。で、こっち違うのか。あ、しまった。首都高を走っちゃったよ。首都高に入る前に事故った。ああ、でももう2周目か。あれ、意外と早いな。うん。でね、首都高はいつも混んでるからね、ほんとね。で、あれですよ、浅草のところにあるね、うんこみたいなビルがあるんですよ。まあ、うんこみたいなビルっていうか、うんこじゃないんだけど、あれ多分、キントーンを多分なぞらえてるやつだと思うんだけど、うん。おい、あ、来た。はい、ありがとうございまーす。よいしょ、で、もう一回、あー、これ完璧なる首都高ですね。おい、防御がないときつい。オーケー、やっほー、あ、もうこれゴールか。はい、初見でも余裕、シャクシャク、雨あられっち、残念でしたー。バナナが溶けてたね、今な。はい。なんか前回さ、ダイエットの、話だったかな、をしたじゃないですか。あれ結構ね、不評だった。不評というか、初心者に適味すぎないかと。まあ、僕も全然そのなんかフィジークとかボディービルとかに出るようなゴリゴリのプロみたいな、プロというかまあアマチュアでも何でもなくて、単に趣味で体鍛えてますって、ああ、そういうこと言ってるから俺バチが当たってスタートまともにできないんですよね。うん。まあ、それはいいんだけど、そう。お前らなんでそんな仲悪いの毎回。バッチバチにやってるもんね、ほんと。そう。で、よし、ああ初心者に手厳しすぎないかと。だからもっとこう、なんか優しい言い方で、わかりやすく教えてあげてよみたいなこと言われたんですけど、ゲーム実況の性質上、僕はなんかめちゃくちゃ厳しいみたいな感じで言っちゃったけど、めちゃくちゃ丁寧に教えたからね。めちゃくちゃ丁寧に教えたのに、いや、スクワットはしんどいとかさ、なんか足が太くなっちゃうっていうことを言われたから、その人本人の前ではさ、あんな言い方しないよ、そんな。ね、目の前で僕さ、そのさ、てめえ、ふざけんじゃねえよ、足太くなると思ってたら、じゃあなんで腹筋したら痩せんだよ、みたいなことを言うような、そんな意地悪なこと絶対言わないから、臆病者だし。うん。そう。だからそれは安心してほしいんだけど、うん。でね、あれこれやばいんじゃない？ほーなんちゃって。そう。で、そしたら、なんか、もっとなんかこう、そのさ、なんか、ごちゃごちゃ論理的なこと言わずに、なんかもっと簡単にできるようなことっていうのを教えてあげてよみたいなとか、教えてくださいよみたいなことを言われたから、じゃあ、あえて言うと、シンプルに二つです。一つは、間食をやめましょう。はい。で、もう一つは、朝起きて、スクワットやりましょう。はい。10回でいいです。10回で。はい。もうこれだけ。はい。これを、1週間続けてもらったら、多分、全く運動習慣がないよっていう方に関してだったら、まあ、おそらく、数百グラム単位でも、必ず痩せます。はい。もちろん、普段から運動習慣があって、いつもよりも運動強度下げます。で、間食、普段からしてませんとかっていう人からったら、痩せない可能性はあるけど、全く本当に何もしてないで、間食も普段から、まあ、適度にしてますっていうような人だったとしたら、痩せれるはずなので、はい、ぜひそれ試してくださいよっていうことですね。ざけんなよ、この野郎。
なんで俺だけがあんななんか2回もボコボコにされなきゃいけないんだよ。うんこ。ほら、もう1個。オッケー、はい、チェー、サバビサンスイー、あれ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 。まあ、ということです。はい。この二つ守っていただけたら、はい。あなたはきっと必ず痩せますと。はい。で、まあ、それに余裕があるんだったら、腕立て伏せとか。でも、腕立て伏せの10回って、何もやってない人からしたらかなりきついんですよ。それと比べたら、スクワット10回って、すごい楽だから、はい。で、なんかつま先よりも、膝、つま先が、違うな、膝がさ、なんかつま先よりも出ないように気をつけてくださいとかって、そういうの言ったりとかするけど、あんなもん古い情報だから、はい、別に出たって構わないですと、むしろそこを制限することによって、剣が逆に突っ張れるようになっちゃって、逆に怪我のリスクとかが、なんかあれ、ちょっとドリフトができなかった、はい、とかできちゃったりする、怪我のリスクを高めてしまったりとかする可能性が大きいんで、それは、ガセなんで、注意しましょうっていう、ただそれだけの話です、はい。あ、いいね。これ持ったまんまちょっと最後まで行きたいな。最悪あいつが来るからね。なんか、青い悪魔ちゃん。青い悪魔ちゃんが来ちゃうから。はい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 。まあね、だからさ、なんだろう、僕はたまたまさ、その体を鍛えるっていうことに関して特化したっていうか、そこに一生懸命こう価値を見出して、なんか頑張ることが好きって言えるからいいんだけど、あれこれダメだった。あ、やばい。早かったな。なんか毎回ここ引っかかんだけど、ムカつく。そう。ね、で体鍛えてない人からしたらさ、それはさ、だってじゃあ逆にさ、俺がさ数学の勉強を今から教えてくださいとかって言って、分かってる人からしたらさ、なんかすごい論理的にさ、こうベラベラーとこういう風に勉強したらいいよとか、ああこういう考え方なんだよとかって言われたところで、何言ってんの、まあ本当に日本しゃべるよって思ったりするもんね。ところがその人たちからしたら、なんでこんなことも理解できないのって、その僕が前回と今回で言ってるようなスクワットと腹筋の関係性みたいな話と同じですよ。うん、まあ、結局そういうことなんだよね。うん、だから誰が悪いとかじゃなくて、ただあー嘘だ、今度落ちるんだ、へー、そう、まあ、ただ一つ言えることは、じゃあそれを詳しく知っている人からアドバイスをもらったりとか、ちょっと教えてもらうことができたら、ちゃんとそれは素直に話を受けましょうよっていう、ただそれだけのことっすね。はい、それができないんだったら人から教わろうとするな、以上っていう話っすわ。うん、よいしょ、ほい、オッケー、ごちそうさまです。すっごいスッといってるね、気持ちいい。あれなのかな、新コースだからさ、コンピューターたちもあんまり上手に設定されてないのかな。いやー、実は私たちも初めて見るコースなんですよ、自分も初めてでやってて、いやー私少々で、俺童貞でみたいな。任天道場、その道場じゃなくてね、オッスの方だよね。任じゃあ導任どういうこと、導任ってどういうこと、導任みたいな。よいしょ、経緯でこっち合ってたけど、これなんか、おー、あー、なんで逆ドリフト？なんだこれ登るが正解。あ、でもなんか降りる道もありそうだ。オッケー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 、ピョンピョン、やばい、このコースで、おお、なんかすごい兵法大活躍だよな。なんか前回だったか前々回パートだったか忘れたけどさ、いたよね兵法。なんかすげえ暴れてる。へいよー、兵法仕事が好き。よいしょ、走った、ほい、まあ一周目はこんなもんでしょう。あら、絶対作ってやると思ったけど、なんかもう勝手に順位を下げてるから、もういいや。あー、違う、誰かに跳ね返って当たれ。よいしょー、やばい、バナナもあるし、あ、なんか誰か食らってる、あ、そら食らうんだけど、あれ ?1 位?あれ?うおお、あ、すげえ、雷に打たれても負けない精神。下から行こう、もうなんか行ったことのあるところから塩梅に進んでいこう。うわ、コイン0枚か、キッズ。おい、オッケー、ピョンプチー、オッケー、このままどんどん進んでいって、なんかわからないけど、風ぐるめが回っている、そんなことは気にしんで、こっち、よい、オッケー、腕もう一丁、ぴょんと飛んで、ぴょんと飛ばない、ぴょん、なんで反応してくれるんだ、やった、オッケー、ちゃちゃ、で、こっち行って、キノコ取って、発射して、いいね、さあ、誰にも俺を止められない。
コンピューターね、コンピューターね、あの実際の人間と戦ったら多分ね、あの俺ね、やっすよ、そういえば前話したことあるかな。どっちに行く、どっちに行く、そっち、嘘だ、いやーえぐい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 、どうせなら前に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 やってほしかった。やばいやばい、これ結構ギリギリの戦い強いられてるところ、しかもコインがまた0枚。そう、あのね、オンラインプレイであのね、義理の兄貴とやったんすよ。その時の結果がマジで悲惨で、うん、本当にもうなんか1位を取るどころか上位3つに食い込むことすらもできないようなクソだったんだよね。あ、これはまさかいける、やった、チー、よっしゃ、俺の勝ち、ありがとうございます。こんなに気持ちよくストレートに勝てたのなんて本当にもう大カップぶり。じゃあ、じゃあこれが大カップだ。あれ、もう今、ちょ、マジで何カップまでいったか分からないんですか。多分誰かこれで OPPAI なんだよね、おっぱい。はい、しゃあ、ありがとうございます。ちゅうわけでオール1位ね、見事に取ることができました。大カップですね。はい、ちょっとハイライト映すんだったらもっとかっこいいところ映して、まあ、完全にさ、あの情けないところ映されたよね。ガンってガンって、ほら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 、お前か、ヘイフォー。ヘイフォーマジで調子乗ってんな。なんか、前のさ、なんかのやつでもさ、ヘイフォーのランデブーにぶつかったりとか、今回もやられたりとかね、しかも2、2とかやってたりとかするけど。まあまあ、でもとりあえず、勝ちは何でもいいんすよな。なんか後ろでマリオとか回ってる。オッケー、ごちそうさまでした。よっしゃ、残り7カップかな。頑張ってオール1位目指していきたいというふうに思います。ということで、今回は以上です。また次回パートでお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。